10代後半、10代後半は高校卒業したばっかが、もうガリガリっすね。まあ足は速かったっすけど、まあもうガリガリ、多分78キロ80ないぐらいだったんで、あ今より全然ガリガリで、ビッグスリーちょ覚えてないな、でもベンチ多分120ぐらい上がった気がする。でクリーンも大体、あハングで多分120ぐらい上がったはず。デッドとかはやってないから全然覚えてないです。どう変わってったかっていうのは、多分結構一番気になると思うんですけど、能力が伸びた時期っていうのが、僕は、今までの生きてきた35年間で3回大きく伸びたのがあって、1回目が高校の時で、2回目が、大学卒業して、25から27かで、3回目が30歳、30から32ぐらい、この3つでめちゃくちゃ伸びてるんですよね。でそれまではもちろん少しずつ伸びてたけど、まあ明らかにでかくなって体重も増えて筋力が上がって、プラススピードとか動きが速くなったっていうのが大体、その3つで、じゃあその3つで何してたかって